皆さん、こんにちは、こんばんは。今回はですね、廃校期製のコードレスブロワーを紹介したいと思います。まずは、寸法カラ、えー。え長さ、全長は330センチですね。はい。で、えー、高さはと言いますと、どれくらいかな ?20、210ぐらいですかね。21センチ。 はい。そして今度は本体の、えー、幅です横幅っていうのかなはいこれはだいたい8センチぐらいでしょうかねはいこんな感じの寸法になっておりますそしてバッテリーは36ボルトのバッテリーですね このバッテリーがねなかなかいいお値段するんですよね。ねーこれがね、ほい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 買えないんですよ。高いんでね。まったくね <laughs> 最近はバッテリーにバッテリー残量が表示できるんですごくありがたいですね。あとどれぐらい使えるかっていうのが分かりやすいです。ブロアの回転数ですね。これが4万3000から8万回転ですね。 すごい高速回転で回りますね。じゃないとね勢いよくね風が出せませんからね。それではちょっと動かしてみましょうかね。一番下が電源ボタン矢印が強中弱切り替えボタンですね。 ちょっとうるさくてすいません。実際にね、収録したままの音を聞いてもらおうかなと思って、少しだけ音を元に戻しました。続きましては、別売の部品のノズルですね。延長ノズルっていうんでしょうかね。これをね、買ってみました。ついでにね、そんなに高くなかったんで、結構買っといた方がいいかなと思いました。ただですね、標準でついてるノズルには、 取り付けでできないんですよねこの黒い標準のノズルを外して、ちょっと硬いんですけどね。よいしょ外して、ああいうふうにね、引っかかるようになってるんですよ。はい。このポッチがです、ね、あそこにガクンってキーには,はまるような感じですね。で、これが別売部品のちょっと長いんですよね、ノズルが。長いんですけども、先端の口径が少し。 スボンでちちっっゃくなっておりますでこれをつけるとですね、いろんなこの延長ノズルがつけられるみたいなんですけども、これつけ方合ってるかどうかわかんないんですけど、これをつけて、この細い口にすると。えー、らい長くなっちゃうんですけどね、連結するとね。あれこれ使い方合ってるのかな説明書はね、ないんでね、手探りなんですけどもね。あちょっとピント合ってないですけど、すません。こんな長くなっちゃうんですよね。 はい、どれぐらいでしょうね8090いっちゃうんじゃないかな全長ね、まあ、ちょっとこれ使いづらいかなと思うんでこれはちょっと外しちゃいましょうかねでこの先端だけでもねつけられればいいかなと思ってちょっとやってみましょうかねつくかなさあこれに装着 つきましたね。つきそうですよ。おついたついた。はい。これならまあまあ使いやすいですね。はい。光景が小さくなったんで、だいぶ風速が上がりますね。これならね、雪をバッチリ吹き飛ばせるんじゃないでしょうかね。まあ、あの、標準でついてるノズルでもいける感じですけどもね。これならなお、なお、吹き飛ばせるかなと思って。 そういうわけで、このオプションのね、別売のノズルを買ってみました。こっちはさらにもっとちっちゃいノズルですね。こっちの方がいいのかなピンポイントでシューってね、バインディングの隅の方までいけるんじゃないでしょうか。ほら、手のひらがね、あそこまで押されるんで、こんな感じの風圧ですね。 ちょっと練習でね。まあ、雪は、スノーボードについてないんですけど。イメージトレーニングで。はい。ねこれでシュワーってね。今年の冬はこれで雪を吹き飛ばすぞ。<laughs> いや、すっごいね、楽しみなんですよね。早く雪降らねえかな。もうね、ワクワクしちゃいますね。新しいアイテムが増えると、ワクワクしちゃうな。アホですね、この男はね。はい。